はい、基礎から学べるバレーボール上達そうな阿部です。今回はスパイクをね、打つときに相手のブロックの手を見えるようになる方法について解説したいと思います。まずはね、結論としては、その方法としてはスパイク打つときにブロックに思いっきり当てるように練習をしてくださいっていうことです。じゃあそれはね、なぜかっていうのをね、説明したいと思いますね。まずね、スパイクをやっぱりね、打つときってやっぱりね、相手の手をで、相手のブロックの手を見て、まあ、スパイクね、コースを抜けたら、まあ、素晴らしいですよね。私もね、そうしたいなと思って、やっぱり上手な選手を見てると、やっぱりコースをきっちり、打ってくるので、まあ、相手のね、ブロックの手が見えてるのかなというふうに、まあ、思ってたりしましたよね。で、私もね、実際手をね、相手のブロックの手を見てスパイク打つことができるのかなっていうふうに思った時に、じゃあどうやって練習しようと思った時に、まあ、この方法を思いついたんですよね。で、ぶっちゃけこの方法をしても100%きっちり相手のブロックの手を見てスパイクを打つっていうことは、まあ、できないんですけども、まあ、この方法をやると、なんとなくこの辺に手があるなっていうふうに分かってスパイクが打つことができます。私はそうなんですよね。その必ずここに手があって、ここの相手の、もし手がね、手が空いていれば、相手の手の間を抜いてスパイク打つとかね、ほんと100%手が見えてればできるわけですよね。相手が手がここにあったので、もうこっちのコースを切ろうとかっていうふうに、100%ボールを見ながら、相手の手を見ながら、スパイクが打てれ、ね、きっちり打てれば、そういうことができると思うんですけども、まあ、わかんないですけど、まあ、私がそこまで、はっきり見えてできないので、見える人がいたら、すごい素晴らしいと思うんですけども、ちょっと、私今回説明するのは、なんとなくこの辺にあるなっていうふうなことがわかる練習方法ですね。で、相手のブロックにスパイクを当てて手が見えるっていうのは、まあ、ね、ちょっと不思議な感じはしますよね。でも、まあ、そうすると、まあ、いいっていう理由が、で、きっちりね、その相手のブロックにスパイクをぶつけられるってことは、相手のブロックがこの辺にあるよっていうふうに分かってなきゃ、ブロックに当てられないんですよね。なので、相手のその、ね、ブロックにスパイクをぶつけることができれば、ある程度この辺にブロックがあるなっていうのが分かるので、まあ、そういった方法で私が練習したんですよね。じゃあ、その練習方法としては、まあ、ネットがありますと。で、スパイクを打つ人がいますと。で、ブロックをする人がいますと。まあ、これはね、2人で、もう一人の人に手伝ってもらわなきゃいけないんですけども、ネットがあって、ブロックする人がいて、で、こっちアタック打つ人がいるとすると、アタック打つ人は、まあ、セッターでトス上げてもらえばいいとは思うんですけども、そうするとセッターって毎回毎回ね、そのブロックがね、あるところにトスを上げるのができない可能性があるんです。あ、まあ、前セミぐらいだとできるのかもしれないですよね。まあ、近いところでセット上げてもらって、前セミぐらいでスパイクを打つっていうことは、まあ、それはできると思いますけどね。まあ、今回は、まあ、自分であんまりね、人を使わずにやる方法で、自分でボールを持って、まあ、自分の打ちやすい高さに上げますと。まあね、アタックラインぐらいに構えてもらって、で、トスを自分でこうやって手をトス上げて、で、助走してきて、まあ、打つと。ブロッカーはその相手がそのスパイク打つのに、まあ、合わせて、まあ、飛んでもらうんですけども、打つ人はしっかり相手のブロックの手に向かってね、手に向かって、まあ、スパイクを打つと。で、当たったら OK。 別にブロックされようが、弾いてスパイク決めようが、それはまあどっちでもいいので、今回その目的としては、相手のブロッカーがこの辺にあるなっていう風な感覚をつかみながら、スパイクを打ってブロックの手に当てるっていうことをするのが目的なんですね。で、それを、まあ、何本も何本も、まあ、続けていくと、あ、この辺にね、助走、自分でボールを上げてスパイクを打ってくると、だんだん、あ、この辺にブロックの手があるなっていうの、スパイクを打つ時に、あ、この辺に手があるなっていうのが、だん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 そのぼやっと分かってくるんですよね。で、手がぴったしね、ここに
あってこういう風に手が開いているとかっていう風なのはちょっと私はできないのであれですけども、基本的にはこの辺にスパイクの手があるなっていうのがだんだんね、そのブロックを狙ってスパイク打っていくとだんだん分かってくるので、じゃあ実際ね試合でスパイク打つとなったら、じゃあ実際この辺に、この辺にブロックの手があるなと思ったらコースを分けて打てるじゃないですか。そういったこと で今回の練習はその、ね、相手の手をめがけて毎回スパイクを打つことによって、なんとなくスパイク打つときにこの辺に手があるなっていう感覚を、掴むことができるので、私がその現役時代にそういう風にやって、練習をしていました。これはなんか遊びながらできるんですよね。遊びながらそのスパイクで思いっきり手にぶつけるので、その何て言うんですか、相手のその手にぶつけて、そのぶつけたそのスパイクをぶち抜いて、何て言うんですか、得点を決めようとかっていう風な感じので、相手もブロックを、しっかり止めてやろうっていう気で止めてくるので、シャットされるか、ワンタッチを取ってスパイク取るかみたいな感じで遊びながらでも、スパイクの練習、ブロックが手がね見える練習ができるので、私はね、もしそのスパイクを打つ時にブロックの手が見えるようになりたいなって思った人は、ぜひともこの練習をしてもらったらいいと思います。はい、じゃあ今回ですけども、スパイクを打つ時にブロックの手が見えるようになる練習方法について解説をしました。はい、じゃあこの動画でね、もし何か質問等々があればコメント欄に記入してください。またバレーボールにね関しての質問もぜひ、何かねあったらコメント欄にしてもらうと私の方で回答させてもらいます。はい、この動画が良ければ高評価ボタンをお願いします。チャンネル登録をねされてない方はチャンネル登録もお願いします。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。